マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット中だからといっておやつ我慢我慢してませんか？でね、我慢しすぎた結果結局食べちゃった、自己嫌悪の繰り返しなんてね、よくダイエットあるあるですよね。そこでこの動画ではむしろダイエット中に積極的に召し上がってもらいたいおすすめのおやつがわかるんです。あなたがダイエット中でも美味しくおやつを食べながら健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエット中におすすめのおやつ3選お伝えしていきます。動画の流れはこちらです。1つ目、なぜこのおやつを食べると痩せることができるんでしょうか。2つ目、ダイエットにおすすめのおやつ3選お話しますね。では1つ目の項目です。なぜこのおやつを食べると痩せることができるんでしょうか。そのポイントが4つあります。ではまず1つ目です。腸内環境が整うおやつだからなんですね。これとっても大事です。もしあなたが健康的で綺麗に痩せた、そしてリバウンドを今後一切したくないとお考えでしたら、まず取り組んでもらいたいことがあるんです。それはね、腸内環境を整えていくっていうこのねことなんですよ。なぜかというと、腸内環境が悪いまんまね、いくらダイエット頑張ったとしても待っているのはリバウンドです。なぜかというと、やっぱり根本的に痩せ体質と生まれ変わらなきゃってことなんですよ。そこを無視していくら頑張っても痩せません、痩せたとしても戻っちゃうの繰り返しっていうね、こういった遠回りをもうしていただきたくないので、今回はこの腸内環境を整うおやつを選んでいます。このチャンネルは、まあ、腸活ダイエットチャンネルですから、とにかくベースが腸活、あなたの腸を整える活動になるわけですよね。ですからまずはあなたの腸内に痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを増やして元気にしてあげて、いつまでもあなたと共存です。お腹の中でいつもいつも仲良く、まあ、暮らしていくっていうのがすごく大事なわけですよ。ここで仲が悪くなった方っていうのはどうなってるかというと、悪玉菌と呼ばれるね、デブ菌です、別名デブ菌がやっぱりね住み着いてしまうと、あなたがいくらね、いやいやこれはダイエットに悪いと思ってるものでも、悪玉菌たちが大好物の餌になってしまうものが欲しくなっちゃうんですよね。あなたの味覚は腸内細菌たちが操ってますよ。あなたが決めてるわけではないんです。だからなかなかやめられない、止まらないになっちゃうわけですね。ですからしっかりとこのおやつを食べますと善玉菌たちが増えますから、結果善玉菌たちが大好きな餌って痩せるものなんですよね。そこをしっかりと根本的にもうお腹の中から変えちゃいましょうっていうことになります。では2つ目です。タンパク質、これもめちゃくちゃ大事ですね。おやつでしっかりとタンパク質取っていきましょうね。なぜかというと、ここもタンパク質がない方っていうのは太ります。例えば痩せようと思ってお野菜ばっかり食べてる方、太ります。なぜかってね、やっぱりタンパク質が痩せるためのホルモンの材料なわけですよね。痩せホルモンを作らないと痩せませんよ。た時にしっかりとこのおやつを食べるとタンパク質が取れるようになってますから、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。では3つ目の痩せるポイントは、栄養価が高い、これもすごく大事ですね。栄養不足の方は痩せません。先ほどと同じタンパク質のとこもそうですけれども、しっかりと体を作る、痩せホルモンを作るための栄養がそもそもなければダメなわけですよね。ですからしっかりとやっぱりバランスよく食べること、栄養を取ることって、これすごくダイエットに必要なことなんです。ですから逆に食べた方がいいですよっていうのはそこにあります。4つ目、無添加です。これもすっごく大事ですね。市販のよくあるおやつというのにはたっぷりの添加物入ってます。例えば人工甘味料であったり、よくあるのが糖質ゼロだけど甘いようなチョコとかね、これは逆に太ります。そして例えば油菓子、スナック菓子とかによく入っているのが、まあ、おつまみ系とかもそうですけども、調味料カッコアミノ酸糖とこうやってね書いてあるものが実は化学調味料なんです。でこのようなね人工的に作られたものを常に、例えば痩せるからといってね食べてる方、太ります。それはすごく良くないですか。今すぐやめましょう。そしてね、逆に無添加のものを食べましょう。
これが痩せるベースです。そもそも健康を害しますし、カロリーがないのに甘いとか、そういうのは、ね、不自然なわけですよね。かえって太っちゃう。なぜかというと、あなたの味覚がおかしくなって、ますますやめられない、止まらないなってしまうからなんですよ。ですからポイントはこの4つの痩せるポイントを全部クリアしたおやつを美味しく食べながら痩せていきましょうね。では2つ目の項目です。ここからはダイエットにおすすめのおやつ3選ということで、1つずつダイエット効果も合わせてお話ししていきます。まず1つ目はこちらです。卵になります。卵はね、私はよくゆで卵とか温泉卵いただくんですけども、もう完全無添加ですし、なんといってもこちら完全栄養食品って呼ばれてるくらいの、もう高栄養価食品なんですよね。例えば見てください。食物繊維とビタミン C 以外の全ての栄養素がギュッと1個に詰まってるわけです。ですから卵を食べることで栄養も取れちゃうっていう、先ほどのね項目1でお伝えした痩せるポイント4つ全てクリアしているものがこのね卵になります。で、大体ゆで卵1個、まあ、50g あたり76kcal で、まあ、低カロリーですよね。そしてなんとタンパク質が 6.2g も取れちゃいます。そしてね、太るもと炭水化物なんかもたったの 0.2g 前後なので、安心して、まあ、糖質も気にせずにしっかりと栄養を取りながらおやつとして召し上がっていただくには最適の一つということになります。ではおすすめのおやつ2つ目はこちらです。チーズになります。で、ここもポイントなんですけれども、無添加のチーズにしてくださいね。材料が生乳と食塩のみ、この2つだけでできているものがベストです。例えば固めるための乳化剤とか香料とか pH 調整剤とか、もうめちゃくちゃ余計なものが入っているチーズも残念ながら多いですから、ここで言うおすすめのチーズというのは完全無添加のチーズを選びましょう。で、チーズはですね、発酵食品なんですね。この発酵食品の中に多く痩せ菌と呼ばれる善玉菌が入ってます。なので発酵したのを食べるってすごく大事です。そしてチーズはやっぱ何といってもタンパク質が豊富ですし、ビタミンも A と B2 がたくさん入ってます。そしてね、ミネラル、特にカルシウムが豊富ですから、しっかりとおやつにチーズを召し上がっていただくことで健康になれますし、何よりも腸内環境が整いますよっていうおすすめのおやつになります。では最後3つ目のおやつはこちらです。枝豆になります。枝豆は熟す前の大豆なんですよね。ですからもうタンパク質がめちゃくちゃ豊富です。またイソフラボンと呼ばれる成分が、私たち女性にとって嬉しい女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをしてくれますから、やっぱりこの女性ホルモンがあるおかげで脂肪燃焼してくれたり、悪玉コレステロールを抑えてくれたり、代謝を上げてくれたりってね、こういう恩恵を私たちって受けてるんですよね、女性は。ただし年齢とともにどん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 減少していきますから、もうほとんどないっていう状態になりますと、やっぱり太りやすくなってしまうわけです。でもそこでね、諦めてはいけません。こういった枝豆のようなイソフラボンが入っていて、しっかりとダイエット要素があるものを召し上がっていただくことで、そこをねしっかり一緒にカバーしていきましょうね。で、またね、カリウムが豊富なのでむくみ防止にもなりますし、なんといっても例えばよくおつまみに枝豆って出ますよね。その理由はアルコールを分解してくれる効果が高いからなので、どうしてもね、お付き合いとか何か飲み事があった時はしっかりとこの枝豆を召し上がっていただくことで、アルコールもさっと分解してもらえるから腸に負担もかけませんし、肝臓とかね、プラス私たち女性にとって嬉しい成分がたくさん入っているこの枝豆、ぜひ普段のおやつにもアルコールの時にもセットで召し上がってくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のお話まとめポイントは、おやつを食べたいならしっかりと腸内環境が整って、しかも高タンパク栄養価が高いものを召し上がりましょうねということでした。そしてそれは3つありましたね。それぞれバランスよく召し上がってみてください。
どんなに美味しいおやつでも食べ過ぎには注意してくださいね。さあ、この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。